はい、皆さんこんにちは。登山大好き林木です。今回ご紹介するのは釈迦ヶ岳になります。釈迦ヶ岳は鈴鹿セブンマウンテンの一座で、鈴鹿山脈のほぼ中央に位置している山です。標高は1092メートルです。釈迦ヶ岳の名前の由来なんですが、山頂付近の山容が釈迦の寝姿に似ているということから、付けられたと言われています。山頂付近のね、眺望も、後でご紹介しますので、なるほどと思っていただけるんじゃないでしょうかね。今回は朝霞登山口から釈迦ヶ岳山頂を目指すんですけども、朝霞登山口からはですね、2つのルートがありまして、中尾根新道と、安座谷コースの2つがあります。今回は中尾根新道で釈迦ヶ岳山頂を目指します。そして、釈迦ヶ岳山頂から猫岳、鳩峰を経由して、朝霞登山口に戻ってくるルートになります。おおむね5時間の周回ルートですね。それではコース紹介です。中尾根新道の魅力は、何といっても大陰のガレですね。大きくね、切れ落ちたキレットは、とても迫力があるので、迫力あるねシーンをお届けできると思います。次猫岳なんですが、猫岳のね登り返しの途半で、振り返るとですね、大陰のガレのね眺望がものすごく、素晴らしいので、そういったシーンもねお届けできるかと思います。あと鳩峰なんですが、ここはね、地上映画名物で、インスタなんかにでもねたくさん上げてる方がいらっしゃいます。最後にですね、猫谷コースで下ってくる途中に、縄だるみ園庭がありまして、こちらは国定有形文化財に指定されています。特徴のあるね、園庭のね姿を、ご紹介できるかと思います。この地点はですね、中尾根新道と安座谷コースの、共通ルートになっていますね。中尾根新道と安座谷コースの分岐点ですね。分岐を、右に折れて、中尾根新道に向かいます。塗装をして、中尾根新道登山口に向かいます。中尾根新道登山口ですね。ここからは、樹林帯を、登っていきます。登山口付近の標高は450メートルなので、この辺りはまだ紅葉が見られない感じですね。映像だとは伝わりづらいかもしれませんが、地味に急登なんですよね。こうしたね、急登の尾根を、延々とね登っていく感じですね。ルートのねど真ん中に木の幹がありまして、なかなかねアスレチックなルートになっています。この辺りからですね、綺麗な紅葉がね見えるようになってきました。岩場の眺望スポットがありまして、せっかくなんでね、登ってみたいと思います。
先ほどのね地点より少し登ってきたところに、ちょっと開けたね見晴らしのいいスポットがありましたので、ここでね早めの、昼食にしたいかなと思います。山飯動画はね別動画でまたご紹介させていただきます。このね雲一つない日に、紅葉のね、素晴らしい眺望のね場所で、山飯が食べれるなんてね最高ですよね。ここからがね中尾根新道の核心部になります。岩場をね慎重に登っていきたいと思います。ようやく核心部を抜けましたね。映像ではねちょっとなかなか、急登ぶりがね伝わりづらいところはありましたが、割とねスリリングな、岩場でした。この辺りからね一気に眺望が開けてきます。紅葉の山肌、荒々しいガレ迫力ありますね。先ほど見上げたガレの、上部の尾根を、歩いてきます。さあついにやってまいりました中尾根新道名物、大影のガレですね。ド迫力ですよね。さあ大影のガレのねキレットを、下りまして、松尾根の頭までね登り返していきます。実はね釈迦ヶ岳の最高地点は、松尾根の頭で1097メートルなんですね。釈迦岳の三角点のある山頂はですね実は1092メートルで、山頂の方がね標高が5メートルほど低いというね、ちょっと変わった、山になってますね。ちょうどね影で、動きが分かるので面白いですね。いや本当に雲一つない青空で、素晴らしい登山日和なんですよね。まあ、このシーンもねどうしようか迷ったんですけども、あまりにもね空が綺麗なんで、どうしてもねカットできなかったんですよね。松尾根の頭釈迦岳最高地点に到着しました。1097メートルですね。山頂までのね映像が撮れていなかったので、山頂はね写真だけになってしまいました。釈迦岳山頂到着です。眺望はねご覧の通り素晴らしかったです。さあ猫岳に向かっていきたいと思います。猫岳は右方向へ分岐ですね。すごくね歩きやすい尾根道です。鈴鹿名物ざれて惚れた下り坂、何度通ってもね好きになれませんね。まるで映画のワンシーンのような落ち葉のトレイルですね。とっても綺麗です。
紅葉がね、とても綺麗ですね。前方にね、猫岳が見えてきました。この猫岳のね、登り返しの、眺望がね、素晴らしいので、おかげのガレのね、絶景をぜひご覧いただきたいと思います。猫岳山頂に到着しましたが、山頂はね、眺望があまり良くないので、標識だけです。さあ、鳩峰に向かっていきたいと思います。鳩峰までは軽快に尾根道を歩いていくんですが、途中尾根筋を外れるポイントがありまして、去年ですね、実はここ直進して、ルートを外れるということがありました。ちょっとね、注意するポイントなのでご紹介させていただきました。さあ、鳩峰が見えてきましたね。ちょうどね、逆光で、鳩峰のね、岩肌が、要塞のように見えますね。鳩峰山頂到着です。鳩峰山頂から御在所方面を望むと、名物地上絵が、見えるんですけども、わかりますでしょうかね。この地上絵時々変わりますからね。そういう意味でも毎回、楽しめるんじゃないでしょうかね。青い空に白い鳩峰がとっても映えますね。さあ、猫谷コースで浅毛渓谷へ下っていきたいと思います。猫谷コースもね、紅葉が綺麗です。猫谷コースはね、いくつかね、こうした堰堤を、巻いてね、下っていく箇所があります。堰堤の巻き道はロープ場になっていますので、下るときは注意が必要ですね。国定有形文化財縄だるみ堰堤の、ロープを下っていきます。ようやくね、林道に降りてきました。今日はね、本当に雲一つない快晴で、紅葉もね、素晴らしくて、とてもね、素晴らしい山形になりました。これからも登山シーンや山飯などを紹介していきますので、もしね、動画が良かったと思われましたら、チャンネル登録および高評価よろしくお願いします。